土曜朝8時はウェイクアップ。昨日大阪では朝から長蛇の列が。たった今開場しました。たくさんの方々がですね、笑顔を浮かべて少し駆け足で入っていかれています。中にはコスプレをして参加する人の姿も。これはコミコンと呼ばれるアメリカの映画やアニメ文化に触れ合えるイベント。初日から多くの人でにぎわった。もう超、はい、楽しみにしてます。今日の台所、錦市場に来ているんですが、お昼時ということもあって非常に多くの方でにぎわっています。最大9連休となった今年のゴールデンウィーク、観光地はどこも人人人。おとといの京都、日本人観光客でにぎわう中、外国人の姿も。Thousand Torii Pathway. I don't know the name in Fushimi Inari. Exactly. And also in the philosophy walk. Yeah. 哲学の道. Exactly. we didn't know that it was Golden Week, so it was a surprise. 新型コロナ対策の緩和などで今年は外国人も増加。各地はコロナ前のような混雑となっていた。京都らしい街並みに多くの飲食店が立ち並ぶポント町と呼ばれるエリアです。先月こちらにお店が新しくオープンしたんですが、入ってみますと売られているのは大阪堺の和包丁などだということです。大阪堺実行刃物は創業120年以上。京都の料理人はもちろん、再び急増する外国人もターゲットに据え、京都で新たな店をオープンした。実行の公式 SNS には海外からも関心が。この切れ味に外国人と思われる人々からは、これは鋭いナイフだ、ケニアに送ってくれませんか。だいたい海外の方が7割ぐらいで、日本人の方が3割ぐらいの想定外の、より多くの方が来ていただいている印象ですね。店がオープンすると次々と外国人観光客が。客足のピークは夕方。購入する人はいるのか。今日の台所錦市場も久々に大混雑。今年はこんな呼びかけが。安全なお買い物のため、左側通行へのご協力をお願いしております。左側通行にご協力をお願いします。左側通行を呼びかける実証実験。観光客と地元客、それぞれの安全を守ることが目的だ。こちらの4人家族は兵庫県から。8年ぶりくらいに遊びに来ました。清水寺に行ってきて、錦市場を左側通行でゆっくりと進み、まずは和菓子をゲット。お次は大きなカニカマ。イートインスペースがあり、人波に流されることなく落ち着いてパクリ。200メートルほどの距離を進むのにおよそ30分。だいぶ人多かったですね。歩けないところもあるくらい、はい、みんな左側を通ったと思います。再び懸念されるオーバーツーリズム、解決のための取り組みがすでに始まっていた。神奈川県鎌倉で多いのはアジアからの観光客たち。カメラを向ける先にはアニメスラムダンクでおなじみのあの光景。この鎌倉でも混雑の対策が講じられている。江ノ島電鉄の鎌倉駅では、地域住民の方の移動を妨げないよう4年ぶりとなる社会実験が行われているということです。ただいまので入場規制中です。
駅前にできていたのは、電車で観光する人々の長い行列。沿線に住む人や通勤・通学客への影響を抑えるため、証明書を持っている利用客が駅に優先入場できる試みを行っていた。いいと思います。普段いつも混んでるんで、コロナも明けたんで、いっぱい来るのかなと。前回の実験の時も、観光客の方、おおむね理解できるという声が、まあ、9割ぐらいいらっしゃったんで、またこの実験をご理解得ながら進めていきたいなと思っております。一方、こちらは京都ポント町に先月オープンしたあの包丁店。客足のピークを迎える夕方、再び訪れた。こちらの男性はイギリスから。さまざまな包丁を並べ、じっくりと品定め。 This one will last longer or more sharp? And eat it with tears. This one, it will be last year.およそ3万4000円の包丁を購入。使い道は for cooking at home, preparing meals for my friends. 次々と売れていった日本の包丁。ゴールデンウィークの観光地は再び活気を取り戻していた。